なんなら僕よかったらちょっともっと見ましょう。あ、それもいいかも。それもいいかも。全然、全然、お願いします。みんなからそれ、いつ触れるんだろう。うんうんうん。ずっと。こんな感じで、大阪に出店、ここでするんで。だから今日は、さじみの石浦固形温水広場に来てます、みたいな。あ、いいですね。感じから始めて。よき。はい、じゃあ、やりましょうか。これ初のお外ですね。はい。初のお外。初お外です。いやさか。あれ。やりましょう。いやさかいつもこんな感じで飲んでます。ちょっとね風が強いんでひょっとしたら言いづらいかもしれませんけども、ということでですね3月2日もう間近です。もう迫ってきましたけども、1週間切りました。はい、もう数日ですけども、登壇してくださる、まあ、さ最後の紹介になるんですかね。はい、はい、エリスさんです。エリスです。みなさん Hey guys how are you? 英語ということで今、ここはですね、多治見の固形用水広場、はい、来てます。はい、です。今日はここでいろいろ聞いていきたいと思います。ということで早速ですけども、僕がですよ、出会ってまだ間もないわけですよ。多分数えれるぐらい、何回かなみたいな感じなんですけど、出会った時からの衝撃が凄まじく、なんちゅうパワフルな人なんだろうかが僕の第一印象です。出身が岐阜県の東白川村っていうところで、土の子とかちょっと話題に時折なるんですけど、毎年5月にね土の子祭りって言って、幻の生き物を探すぞみたいな感じで、全国から来たり、去年は17社テレビ局が海外からも来たりっていう一躍話題になる村出身です。人口は今2000人くらいかな、っていうほんとちっちゃな村出身です。で、エリさん何がすごいっていうのをこれからちょっとお伝えしたいと思うんですけども、行動力お化けって言えるぐらいの人、自分では全然そんなことないんだけどね、はい、これね、皆さんあるあるです。行動力お化けの人ってみんな言うんですよ。いや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 自分なんで。まず東白川村で生まれ育ち、まず、はい、とりあえず仕事するぞと、はい、でまず一番最初にされた仕事は、そうですね、私子供の頃から本当にちっちゃい子にすごく好かれるので、まあ親に母親に保育士がいいんじゃないっていうこの一言から始まり、もうずっと保育士を目指して1年目は保育士の道を歩みました。でも母親が公務員っていうのもあって、その公務員になりなさい、公務員は安定だからっていうのを言われ続けてきたんですよ。でも自分の中では、本当に公務員って安定っていいのみたいなっていうのを聞くんですけど、全然納得ができないんですよ、私の中では。でも公務員を目指し、で公務員試験を受け、でも面白いことになぜか3次試験で落ちたんですよ、最終で。面接得意なのに、なぜかね、愛想がいいのに。そう落ちて、偶然にもお声がかかったんですよ、ちょっとアルバイトの保育士をしてみないかっていうことで、1年目は保育士のアルバイトとして仕事を始めました。でもですね、でもなんですよ、やけどもすごい子供はやっぱりね、昔ながらのままに好いてくれるし、子供と関わるのも楽しいし、ただ今っていろんな保育があると思うんですけど、私が子供の頃に育った保育と違うのが、あれやりなさいこれやりなさいですし、あれはやっちゃダメ、これは危ない、だから子供たちがやりたいっていうことに対してのストップを絶対的にかけられたりとか、危ないからっていう親とか先生の危険予測が先にあって、子供たちが考えれないし、怪我して学べないんですよ。私は子供は転んで怪我して学んで、これが成長していくと思うんですよね。それが大人になってからもやっぱり経験して、転んで、でもやっぱりもう一回やってみようっていう力にもなるし、でもそれはさえも育めない環境に疑問を抱いて、本当にこれがやりたい保育なのかって言ったらそうじゃなかったですし、かつ自分が当時22歳で社会人経験何にもないし、ただただ学生のまま卒業してすぐ保育士になって、子供たちに教えれることって何にもないって思ったんですよ。だったらもっともっと自分がいろんな人生経験をした後に、またご縁があったら保育士になったらいいなとも思ったし、当時は石の上に3年とかよく言われたんですけど、でもそうじゃないと思って保育士を退職して、でその後に秘書をしました。秘書はやっぱりその会社の
トップの方とかの関わりでそこから学べることがあるんじゃないかっていうことがあって、でかつマナーとかもすごい大好きだったので、秘書っていう選択をして、まあそこがまた一つの人生転機のきっかけにもなったんですけど、私は外資系の秘書だったんですけど、みんな英語が喋れるんです、私以外英語喋れないと正直できないし、何もみんなになんでそんなに英語が喋れるのって聞いたら、みんな海外行ってたんですよ、英語勉強したりワーホリ、はいはいはい、あ、じゃあ海外行けば喋れるようになるんだって思ったし、私英語のてか勉強大嫌いなんですよね、だったら海外行っちゃおうって思って、その時はまずどこに、まずは大好きな夏と海とが楽しめる、はい、フィジーで国に語学留学をして3ヶ月間、はいはい、で向こうって本当に陽気なんですよ、ブラーとか言って、はいはいはい、あの黒人なんですけど挨拶をするんですよね、でその陽気な雰囲気がやっぱり気分的にも上がるなって思ったし、物価も安いしっていうので、まずフィジー留学をして、でその後にオーストラリアにワーキングホリデーで1年行きました。そこでちょっといろいろとこうなんか考えてみたり感じるものがあって、なんかいろいろ得るものがいっぱいあったんじゃないですか、海外って。海外もなんですけど、私実はバイク乗りなんですね。自分の人生をこれから自分で生きるって決めたのが23歳の時なんですよ。きっかけは秘書のお仕事をしてた時に、ちょうどこの多治見から名古屋まで毎朝満員電車で、しかも早朝で帰ってくるのも終電間近でっていうのを繰り返してた時に、あれ私何のために仕事してんだろうなって思ったんですよ。当時23なので25歳の自分をイメージした時に、このままじゃ嫌だって思ったんですよね。なんだろうな、すごく何かが違うって思ったんですよ。このままでいいのかなってやつ。そう、このままじゃ嫌だっていう心の叫び、本当に当時ね、紙にね10個くらいバケットリストバーって書いたのですよ。私何したいって、バイクに乗りたい、海外に行きたい、英語喋れるようになりたいって、ほんと数個ですよ。それ書いて、でどれもできてなくて、でもう全部やろうって思ったんですよね、その時に。だってそのまま死にたくないって思ったし、まあ、100歳まで生きるって自分の中で決めてるんですけど、4回転機があるからね。23歳の自分がイメージしたらできてなかった。じゃあもうやろう、自分のお金でやろうって。で勇気を出して、子供の頃からずっと乗りたかったバイクをまず選びましたね、海外に行く前に。そうそうそう、バイクとその海外も 両軸でね行ったんですけど、でも何よりも自分にとっての転機はバイク、人生の今の原動力だし、バイクがあって私は日本47都道府県も旅したし、オーストラリアも旅をしたし、フィジーも旅したし、そこなんですね。さらっと言いました、今さらっと言いましたけど、仕事を辞め20代半ばでバイクの免許取り、反対とかされなかったですか、いろんなところで。大丈夫、危なくないとか、やめた方がいいんじゃないとかって言われなかったんですか。一部やっぱ話す人には言われた。でも自分がやりたいし、何よりもこれ大事なんですけど、一回イギリスに行ったことがあって、イギリスに行くって話をした時に、いやイギリスは食べ物もまずいし曇りも多いし全然楽しくないよって言われたんですよ。でも自分が行ったらそんなことないの。バイクであそこも旅したんだけど、全然ご飯美味しいし人はいいし景色は素晴らしいし、天気も運よくいいし、めっちゃ最高じゃんって思った。で、その時に気づいたのが、人に言われたことは答えじゃない。自分で見たものこそ答えなの。だから、自分の目で確かめようって思ったし、たとえ反対されても、いやいや自分がやりたいんだからやるし、一部反対されたとしても、でも応援してくれる人もいるんですよ。だったらじゃあもうその人に、応援してくれる人に話して応援する力をもらって進めばいいんだって。出ましたね、名言ね、いろいろ。このエリスさんといえばなんですけど、まあ、行動よくお化けなんですが、もう一つがやりたいことやんなきゃっていう、だって私の人生なんだもん。でこれがもうエリスさん、ザ・エリスさんって感じですね。だから今言われた通りだと思うんですよ。いろんな人にいろんなこと言われて、でもその人たちから聞いた話は本当かどうか分かんないのが現状。その人がそう思ったけど、ひょっとしたら自分はそうじゃないかもしれない。
だからこそ自分で見て確かめる、まあ、一歩やってみるってことですよね。そうそうそう、何でも何でもね、やってみたらいいんだよ。それは大事なことなんですけど、本当に伝えたいのが、失敗したとしても絶対支えてくれる人がいる、はい、をまたやってみようって思えるの本当にこれだから絶対支えてくれるんだけど、みんな失敗しないように、失敗しないように、まあ、教育もそうだし社会もそうだと思うんですけど、失敗したらかわいそうだなって多分思うんですよ、大事だからこそね。でもそうじゃなくて、やってみたらいいじゃんってさ、背中を押してあげてさ、大丈夫、僕たち、私たち支えるからっていうのを、このね仕組みがあれば絶対いろんなことみんなやれるし、何よりそのみんなに伝えたいのが、みんな今やりたいことを思い浮かべてやってみて、絶対私たち支えるから、これだけでもさ、やってみたいと思えるの。その一歩でできたが自信になって、勝手にあとも一人足歩いていけるからさ。もし例えばエレさんがバイクなんか危ないからやめなよってもし言われてて、あそうだよねやめよっかって言ったら、今の人生ありえないです、絶対ないですよ。なんかそうやって思うと、本当にやりたいことをやろうってやり遂げてきたんですね。これから先多分止まらないと思うんですよ、やりたいこと。でそしてですね、ずーっと持ってるこれ今僕がね、ずーっと持ってるこれ、これが私のね、やりたいことのまた一つなんですけど、じゃじゃん、 This is pie、 じゃーん可愛いでしょこの太陽子。実はね、私オーストラリアをさっき旅したって言ったんですけど、これもオーストラリアを旅してる時に買いました。オーストラリアの旗です、はい、私は最初シドニーっていうね、みんな知ってるよね、シドニーからこうやってね、エアーズロックも行ってパースも行ってね、でその時にオーストラリアってミートパイっていうオージービーフを使ったパイがすごく、なんだろう、有名というか、まあ、向こうでいうソウルフードですね。そのパイに本当に感動して私バイクで旅をしながらそのパイとこういった一杯のコーヒーを共にしてたんですけど、旅を、まあエナジーフードなんですよ。で本当にこれ一個で朝食べたら元気に走れるし、元気になるし、私はこれを日本で広めたいと思って、今ねこの This is Pie を出店してます。いろんなとこで出店してるんですけど、実は今回のイベントの1週間後、3月の8日9日もこの多治見の固形用水広場で出店するので、皆さんぜひ食べてほしいのと、私はこのお店を多治見でオープンさせるために今頑張ってます。オープンさせるのも夢、そしてこの夢も叶えます、はい、どうせやっちゃう、やっちゃいます。多分なんか何があってもやっちゃうんですよね。はい。なんか無理だろうとか言われることもあると思いますし、うまくいかないこともいっぱいあるんですけど、でもだってやりたいんだもんを本当にやってのけちゃう。ちなみにですね、このミートパイとかってね、皆さん日本人の方どこまで食べてるか分かんないですけど、僕は正直ほぼ食べたことなかったです、うん、食べましたけど冗談抜きでめちゃめちゃ美味しいです。ありがとう。これは冗談抜きで、この前ここで出店してた時に、まあ、僕も来ましたけども、完売するんです本当に見事に完売するんですよ本当になので僕まだ1回しか食べてないです。でもこれは本当にぜひ、まあ、騙されたと思ってじゃないです本当に食べてみた方がいいです、間違いないです。でもこれをやるにはこの旅が必要だと思う。そうで、この旅行くにはバイクが必要だったの。全部遡ってると意味があったの、全てにおいて。なんかどこか一つでエリさんが選択で、まあ、一回やめようってなったらここたどり着いてない、本当だ。心のままに本当素直に生きることをしたら全てがうまくいってる、はい、しかしながらこれはゴールじゃないんで。そうですね、私このパイをきっかけになんですけど、日本中を元気にしたいし、はい、またまた、はい、世界にも行きたい、はい本気ですか、これ本気なんで、これは本当に見てる皆さん、そうやって思ったらダメです、本気なんで、こんな、行動力お化けやりたいことをやっちゃうよエリさんですが、エリさんの、人生を楽しむ秘訣とは何でしょう。はい、シンプル、そんだけシンプル。続きを聞きたい方、もっと知りたいぞと、いう方はですね、3月2日水波市総合文化センターで登壇してくださいます。もう僕は対談形式こんな感じでひたすら喋って、皆さん盛り上げたいぞということをやりたいな。
ぜひともですね、3月2日 A さんを皆さんが会いに来てくださいと。会いに来てください。はい、ありがとうございます。お待ちしてますので、はい、もう間もなくですけどね、間もなくね、はい、来られる方もぜひとも申し込みの方もですね、できる方はもうどんどん来てくださると嬉しいですということで、本日のゲスト、エリスさんでした。エリスでした。ありがとうございました。、ね、皆さんね、覚えておいてください。はい、This is bye。 おはようございます、みんな。よし、ですよ。